ただいま。髪の毛今日なんかすごい寝癖っぽかったんだけど、私も冬でも汗かくタイプの人間なんですよ、暑くて。例えば店員さんに急に話しかけられたりすると、おなんかちょっとこう冷や汗みたいな今汗かいてたからね。なんか髪型が締まらないですけども、買ってきました。久々に一人でいっぱいお金使ってきた。だから今日はそれで何買ったかの紹介を、していこうかなということでございます。まずじゃあ細かいとこからいくね。まあこれぐらいなんだけど、細かいもので、しかもこれは袋に入ってないです。はい、もうこのままも入れてきました。はい、どこで買ったかっていうと、無印でててーん、重なるキャンドルホルダー3つ買ってきたんですよ。無印のアロマキャンドルと普通のキャンドルが家にあるの。なんかね、多分ね、紹介したと思うんだけど、無印の夏の福袋みたいな、当たったかなんかでもらったのよ。なんかもっと大量にあるイメージだったんだけど、もういろいろ結構使ってたんだね、無意識に。はい、もうちょっと残り2個しかなかったんですけど、これですね。フレグランスキャンドルミニ、シトラス&フレッシュシトラスっていうのが家にあって、もうちょっと2個だけなんだけど、これ、あと多分ね、匂いなしもあると思うんだけど、探せば。ね、これね、これあったのよ。で、私結構たまーになんか今日はちょっと黄昏ようかなとか、なんかいい夜の時間を過ごしたいな、みたいな。なんかそういう時があって、で、そういう時は大体このアロマキャンドル、または、無印のディフューザー、アロマディフューザーみたいなやつを焚いて、で、それ電気つけられるから。部屋の電気消して、で、いい音楽かけて本を読むみたいな。あったかい飲み物飲みながらみたいな。なんかそういうことをね、やることがあって。で、うちたまにライトオフデーみたいな。やる時があって、家の電気消して、ろうそくだけで過ごすっていう、1時間かな、マックス。まあ、過ごすみたいな、なんかそういう。ことにもやったりするの。キャンドルホルダーみたいなの持ってなかったから、周りに気をつけながら、これの状態でこうやって、机の上にこうやって乗っけて、やってたんだけど、さすがに怖いじゃん。で、いつも怖いなーと思ってて、印で、キャンドルホルダー売ってんの知ってたから、毎回買おうと思って忘れてて、で、やっと買いましたっていう話です。まあ、こういう感じで。はい。多分、このアロマキャンドル自体がミニって書いてあるから、もう一回り、あるんじゃない？多分わかんないけど。か、この容器が大きくできてるか。こういうことですね。まあ、無印以外にもね、ほんとIKEA とかだとめっちゃ安くで売ってんだけど、まあ、とりあえずいいやということで、買った。こんな感じで、重ねることが可能です。はい。でね、なんかもう一個ね、半透明みたいなタイプのもあったんだけど、いや、まあ、透明でいいかなってこと。無印で重なる、キャンドルホルダーを、購入しました。はい。っていうので、無印は以上です。もうね、無印はね、買い物の最後にね、行ったからね、もうクタクタでね、もう無理と思って、で、もう荷物。買い物初心者みたいな、また。なんか前のこの購入品の時かなんかにも言ったと思うけど、なんか毎回買い物初心者レベルで買うんだよね。で、あんま行かないから買い物に。毎週行ってますとか、毎月行ってますとか、なんかそういうのじゃないから、もうめちゃめちゃ久々に一人で、買い物行ったから、もう大体こうなるっていう。そしたら、こういう状態、この手がもうほんとパンパンでもう何事みたいな、何があったのみたいな状態の時に、妹と妹の友達に遭遇してすごい恥ずかしかった。次どこから行く？まあボスは自由だと思うんだけど、じゃあ次こっち側から行こっか。今までは多分紹介してない分類に入りたいと思う。まずこれ、ててーん、はい、ここね、お吉広場っていう雑貨屋で買いました。もうずっと狙ってたんですよ。ててーん。ちょっともうプチプチ取っちゃおう。たらーん。はい。お魚がデザインされたお皿です。食器に手をね、出そうと思ってます。なんか最近なんかちょっと食器集めたいなというか、まあ、数年前からちょいちょい思ってたんだけど、マックスでなって、で、ついに買ったんだけど、魚プリントみたいな、プリントじゃないので、ちゃんとこう書かれてる、魚皿みたいな。感じなんだけど、でもまあ、魚以外にも乗っけたいなっていう感じでいるんだけど、長方形の、ちょっとこうなってる、お皿買いました。紺と茶色もあるんだけど、紺でいいや、ということで紺買った。うん。すっげえ可愛いの。だから、お吉広場でついに初めてお買い物した。そう、もうね、見てて楽しかった。早くなんか食べたい。鮭とか。で、まだ食器続きます。これがマジで重かったんだけど、いっぱい買ってきたんだよね。続いて買ったところは、ニトリです。じゃ、まず、これから行くわ。これがマジで重かったんだけど、もうでももう3つ買った方がいいということで。はい。
でれーん。はい、これ何かっていうと、お姉さんが綺麗に梱包というか、やってくれた。でれーん。まあ、シンプルな、こう、カメラを通すすごい真っ白みたいに見えるんだけど、まあ、実は白ではなく、ライティング的にも光がちょっと白飛びしちゃう感じなんだけど、ちょっと柄入ってるみたいな。丼でございます。丼、はい、割れてなくて、丼系食べるときにすっごい困ってたの。だからもう私がもう買ってきた。で、まだありますよ。あとね、2個。まずじゃあこっちからいこうかな。可愛いと思ってこれも。なんか普通に可愛いなーってことで。軽量深皿みたいな。タイル柄。一個だけこれ置いてあってお店に。可愛くない？ニトリはでも安いね。気軽に手が届く値段だから、集めやすいなと思った。はい。で、もう一つが、はい。これはちっちゃめです。てるーん。これも軽量の小さい小鉢みたいな。青いやつ。ちょっと深めの青い色のやつ買ったんだけど、なんかね、食器は青を使うといいみたいなのをなんかで見たの。青はね、料理が映えるらしいの。ほら、食品にあんま青ってないじゃん。これ買いました。はい。だから、ニトリだと、丼と、このお皿2枚なんで、まあ3種類のもの買ってめちゃめちゃ重かった。っていうので、もう残すは最後、ZU のみです。いやもう見えちゃってるのよ。私は舐めてた。冬服を舐めてた。冬服ってあんまそういえば買いに行ってなかったんだなって思ったんだけど、感覚は夏とか春とかの。まあ、そのレベルの感覚で言ったらもう痛い目見たね。今回買おうと思ったものが、まあとにかくかさばるということで、GU の中で一番大きい紙袋を使ったからね。でもまあその分、欲しいものゲットできたんで、紹介したいと思います。まずどっちから行く？こっちから行こう。よいしょ。今回アウター2着です。はい、まずこちらです。でーんと、メンズのニットメルトンチェスターコートのブラックでございます。はい。私151センチぐらいなんですけど、身長が。GU のね、メンズでもね、S とかだと全然もう気にならない。ね、私ずっと GU のチェスターコートを着てるんですよ。大手動画とかでも映ってると思うんだけど、それをね、2年間ぐらい着てんの、私。で、でもまあ全然生地もダメにならないし、まあ問題ないから今後も着ていこうとは思うんだけど、やっぱさすがにね、ちょっとね、まあ飽きるっていうのもあったりとか、バリエーション増やしたいなっていうのもあって、だからこれを買った。ちょっと着てみるね。はい、こんなでーす。ちょっとまあ、インナーが黒だから、ちょっとわかりにくいかもだけど、まあ、こんな感じの。よくない？今回はね、なんかね、肩がね、あんまこうない、落ちてる感じのやつなの。それがまた可愛いよねっていうことで、このね、肩が落ちてるタイプはね、結構カジュアルめにもなるから、たとえ中にパーカー着たりとか、トレーナー着たりとかしても、それはそれで可愛いから、ちょっともともとこういうの欲しかったんで、めっちゃいいです。お店では見てなかったけど、ちゃんと胸ポケもあります。私、胸ポケマジ使うから。いや、冬ですよ、やっぱり。私はもうコート、ジャケット大好き人間だから。もうこの時期はね、本当にテンション高いですよ。はい。ということで、じゃあもうこれ着たまんま、もう一個、最後のもの、GU、紹介します。去年も買おうと思って、結局買わず、タイミング逃して、気づいたらもう春になってて、で、また1年経って、また出たので、もう私は持っといた方がいいということで、これ買いました。こちらもアウターでございます。いってれれれーん。見えてたね、多分。これがマジでかいのよ。メンズのヒートパデットブルゾン。でございます。ブラックの L です。ダウン買った。ね、持ってないの。一応、ウルトラライトダウン、ユニクロの、は持ってんの。ただ、それは、どっちかって言ったら、ディズニー用なんですよね。なんでディズニー用かっていうと、まあ、こういうコートみたいに、もう、お尻まで隠れますよタイプのダウンを買ったの。で、ディズニーでオタクしてるから、底冷えするんですよ。パレード待ってる時とか、こっからの時期は。ホットのココアとか、紅茶とか、コーヒーを片手に見て、待ってはいるんだけど、底冷えすの。だから、っていうのでウルトラライトダウンはマジで D オタの人全員買ってって言いたいぐらいマジでいいの。軽いしあったかいしで畳める。たとえあったかくなってきてもすぐもう丸められるからマジでもちっちゃくできるから完璧なの。本当にマジ完璧。たとえダメになってもまた買いたいっていうぐらいもうウルトラライトダウンってすげえんだなって思ったのが 2年前ぐらいね。だからダウン持ってたからいいかなと思ってたんだけど、やっぱねふとねこうカジュアル、今日はカジュアルで行きたいなとかあるじゃん。私基本綺麗めが好きだけど、今日カジュアルがいいなーみたいな。トレーナーにジーパンとか、なんかスニーカーに合わせてとか、なんか帽子かぶってとか、なんかそういう綺麗めじゃない、カジュアルに行きたい時にアウター困って。去年とかは、そういう時はまあ妹のを借りたりとかしてたんだけど、ダウン買おうっていうことで、で、GU で出てるの知ってたから、1年越しで買いました。お店にあって、あ、これだこれこれと思って、もうこれ目当てで行ったんだよ、一番。だけどこれ見た瞬間にデカッと思って。これ持って帰んのかーってなった。正直ね。はい、こんな感じです。袖を持ってこようと思えば、こう、手隠れるよっていうぐらいの大きさの、でもまあ出すこともね、
可能で。でね、あのフードはね着脱可能ではないですね。取れないタイプのフードです。もうシンプルなダウンですよ。マックスチャック上げるとここまでいく。もうかなりあったかいと思うよこれ。でフードかぶるとこう。でフードのところにはこういう締まるやつ、締まるやつがあります。どっちにも、まあ、すごい暖かいですこれ。これでさディズニーさいてさ座っててさ、こうあと2時間後にパレードとかでこう地蔵するときさ、これ着たらさもう本当にお地蔵さんだからね。めっちゃ可愛いじゃんなんか。時間が経てば経つほどこれ可愛いかって正解って思うやつだ。このまま締めさせていただきます。はい、ということで本日はですね、久々に買い物に一人で長時間行ってきて楽しかった。めっちゃだから無印とニトリで奥吉広場で食器買ってで、GU のアウターを2点買ったという動画でございました。ということで最後まで見てくれてありがとう。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。あー今年が終わる。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとして